全国で800回以上開催の就活イベントニーツカンパニー。イベント終了後ご希望の方にはリクルーターがついてあなたの就職活動をサポートします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。逆にこれやっとけばもうちょっと俺上行けてんじゃねとかってあったりしますか？20代の時は必ずスタメンを狙いに行く、結果その経験が後から日本代表だなんだって選ばれていくみたいな話なんですよ。次、生活面ということなんですけれども、こちらアンケートがいろいろなところに旅行行く、人生設計する、たくさんの異性と付き合う。これ人生設計とか僕これ見てて意味あんだとか思ってたんですよ。別に設計しても意味ないですよね。意味ないですよ、ね、恋人を大切にするが 18% あるんですけど、これは大切にしてこなかったってことですかね。恋人を振られたとかじゃないですか。ああすれば振られなかったのにみたいな。これも別に対してね、僕らが語ることじゃないですけど、今しか君がオフパコたくさんしたいってこの間言ってたから、うん、そうですね、後悔しないように。すごい悪者に仕立てられてるよね。いや悪者じゃないよ、話聞きたいもん、いっぱい。30代になると元気なくなってくるもんなんですか、カモンさんとか。僕はどうかは分かりませんが、一般的にはそう言われますよ。チョッピーさんとかいかがですか？でも30だとじゃないですけど、40近くなると女性の方が元気になるみたいなところは聞きますからね。すごい論点切り替えがすり替えてきます、ね、でも本当それこそいろんな責任問題とかもあると思うんで、うん、若いうちにいろいろそういう遊びとかもしておくのはいいんじゃないかなっていうのはありますけどね。僕別に遊んでたってわけじゃないですけど、芸人さんはね、やっぱそれが芸の肥やしっていうより方がおっしゃられてますから。そうそうそう、今しかも芸人みたいなもんじゃん。そうです、今の彼女とは週何でやってる。いやいや、それ関係ありますよ。生活編内定チャンネル関係あります。あったら四六時中やってるかもしれない。はあ、若い。付き合って短いんでしたっけ？短いです、短いです。じゃあそうっすよね。カモンさんとか現役の時は、今も現役だと思うんですけど、OB みたいに引退してないから。結構落ちるもんなんですか、そういう元気とかも。どうなんすかね。男性は一般的にはやっぱり30半ばぐらいからちょっと落ちてくるふうに言われてるんですけど、単純に年重ねるごとにやること増えるじゃないですか、多分仕事とかで、うん、それで時間を取れなくなってきてるだけって可能性もありますよね。これね、僕の中でね、はい、有力な仮説があってですね、はい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 、もちろんコミュニティにもよると思うんですけど、20代の時って女の子と遊びましたってなんか、うん、周りの男があの子と遊んだのすげえなみたいな、うん、そういう称賛ムードがあるわけですよ、うん、30過ぎてから俺この間あの子と遊んだんだよねってなると、自然とそうなんだよかったねっていう、いつまでこいつやってんだってなるわけですよ。だから遊ぶっていう行為って、実は女性と遊ぶ楽しさプラス男性からの称賛の欲求を満たせるっていう、うん、これで合わせて遊ぶっていう行為に対して自分の時間だったりとかお金を投資してたわけなんですけど、うん、男からの称賛っていうリターンがなくなった以上は、シンプルに女の子と遊ぶ楽しさと投資と天秤に比べることになるんで、要はリターンがちょっと減ってるんですよね。だから性欲が下がってる説ももちろんあるんですけど、男の承認欲求満たせなくなるから意味ないんじゃねって考えちゃう、無意識に。だから遊ぶ人が減るんじゃないかっていう説が僕らの飲みの界隈で有力、ね、芸人とかだと30代40代現役の人多いんですよ、うん、っていうのはずっとみんな称賛モードだから、多分売れてなくてお金ないし、うん、そういったのみたいな、それあると思います。だから若くしてある程度ビジネスで活躍してたし、はい、20代で飽きちゃうって人も結構多いから、うん、30以降で遊ぶと20代って遊んでなかったのかなみたいな目で見られるんですよ。確かちょっとダサい扱いされるみたいな。逆にね、あと大学生とかの時の本当お金もないし、この1回の飲み会に命かけてますみたいな、うん、その勝負とかも熱くなるじゃないですか、うん、僕は全然今も売れてないんでお金もないんですけど、うん、僕とかある程度お金持ってると思うんで、その1回の飲み会でうまくいかなくても次やるしって思う方が増えてくるっていうのもあるのかなと。追い詰められ方が違う。大学生のその1回の飲み会に対する気合半端ないじゃないですか、うん、必ず今日結果を出さねばならみたいな、うん、だからグイグイ行くし、グイグイ行くすぎて失敗することもあると思うんですけど、うん、その熱さっていうのが多分年を取ることにつれてなくなってるのは金銭面もあるのかなっていう、うん、それもあるかもしれないですね、はい、単純にあとリスク増じゃないですか。なので、うん、カムさんおっしゃる通り、称賛されないっていうリターンが減ってることもあるかもしれないですけど、逆に遊んでるけど言っちゃって、例えば付き合ってる人いるし、パートナーすでにいるしっていう、広まってしまった場合のリスクも大きくなってるから、うん、遊んでるけど実は言わないから減ってるって思われるのかもしれないです、うんうん、だから芸能人の不倫ニュースとかで、はい、20代の不倫とか誰も相手にしないと思うね、うん、40ぐらいになるとはしたないとか、確かに、うん、要はいい年して自分の性欲をコントロールできてないってことは恥ずかしいことなんですよ、うん、これを若い時はみんなそう思わないから、うん、そうするとチンプの女の子と遊んで楽しいっていうリターンのためにどこまで失うかみたいな世界観になってくるんで、結果遊ばなくなるっていうのが有力の仮説です。これ比例してるってことです、ちゃんと、うん、そういう議題でしたっけ、何の回なんですか、さっきから。何ラストお金面、アンケートによると後悔していることランキング、1位が投資、2位が貯金、3が自己投資、4お金稼ぐ、5無駄遣いやめるという結果になりました。カモンさんとか貯金する意味ないとか結構
言ってると思うんですけど、この結果だと貯金が後悔してることランキングになってるんですけど、貯金を要はもっとしておけばよかったっていう後悔ってことですか、これは。そうですね。でもこれ自己投資と無駄遣いの習慣の線引き難しくないですか。だから質問したやつも答えてるやつも全員バカなんですよこれ。引用するんでちょっと、ね、なかなか難しい発言ですけど、僕はそうは思ってないですよ。仕事欲しいから。だってまともじゃないじゃんこのアンケート。そうですね。本当に男女しかやってないんで、分かりづらいし、今スシローペロペロで彼と兄弟の引率の学生とかと全く違う世界観で生きてるわけじゃん。スシローペロペロくんがさ、自己投資やっとけよかったわみたいなのとさ、兄弟引率が自己投資やっとけよかったっていう、多分イメージしてるもの全く違うだろうし、うん、だから違う生き物なのよ同じ人間の中でも。だからどこに聞いてるのかをちゃんと把握しないとこのアンケートは成り立たないね。どこに聞いてんの。これ男女しか書いてなかった。男女の30から49だったんで、僕も正直思いました。年収とかも書いてないし、学歴とかも、うん、月2、30万一生さ続くっていうんだったら、それ貯金しといた方がいいよってなるじゃん、はい、稼ぎを上げるっていうのが一番いいよ。10万貯金をするより5万10万月収上げる方が多分簡単ですから、所得が低い人はね。でもそれができないって思っちゃう人とか、絶対できない人は貯金した方がいいし、人によるとしか言えないよね。いい加減にしろ今しか。アンケートのダメ出しがすごいですね。これどこのアンケートなんですか。吸い込みです、僕はいいアンケートと思った。カモさんは逆にこの20代でお金面でやってよかったことで言うと、やっぱり稼ぐっていうことなんですか。それはそうだよ。貯金なんて正直いまだにいくらなのかもよく分かんないし、企画があるからたまに口座開くけど関係ないもんね貯金なんて。だって投資とかもさ、俺が今投資したところで年間数百万しか、せいぜい1000万しか入ってこないわけですよ。カボツさんですら1000も無理だね。今貯金が1億ちょっとなんですよ。 5% でも500万ですから、たった500万しか入ってこないの、投資全部回しても。ってことは世の中の人なんて投資する意味ないから、でまあまあまず思うわけですよ。だから貯金とか投資とかファイヤーなんてもうどうせ無理なんだから、とにかく稼ぎを上げることの方が大事ですよ。その500万円を多いと思うか少ないと思うかも人それぞれですもんね。いやいや絶対思わないから。だって1億貯められるようになるってことは、それなりの稼ぎをずっとやってるってことで、その人からしたら500万円絶対少ないから。その500万円で僕の生活とか1年間安定はするんですけど、だからショッピーさんが今宝くじで1億入ったで500万はでかいと思いますよ、はい、でも稼いで1億貯金するってことは、税引き前で2億円まず額面で稼がないといけないから、はい、その時点でめちゃくちゃハードル高いんですよ。年収700万だったら30年ですからね。って考えると、そんなに頑張った人から最後500万年間あってもっていう話なんですよ。だからパーセンテージでそういうことなんで、ショッピーさんの 5% と僕の 5% も結局一緒なんですよ、うん、ショッピーさんからしたら自分の 5% って小さく見えるんですよ、はいはい、僕からしたら僕の 5% も小さく見えるんで、なのでファイヤーっていうのは根本成り立たないんじゃないかなと思うんですよね。熊谷さんもお金面でやってよかったなってのはやっぱり稼ぐっていう。投資株やってる人とかも多いと思うんですけど、うん、僕一切やってないんですよ。昔からずっと思ってるのが、頑張って仕事して自社株買って、自分の仕事の成果によって会社が伸びるのが一番儲かるなと思ってる。例えばですけど、ギャンブルと一緒でパチンコ買った時だけ言うじゃないですか、大学生の友達って、うん、でも3万負けた日3万負けたって言わないじゃないですか、はい、なので我々みたいなパンピーは真面目に働き続けるのが一番儲かるんだな、そういう前話はないみたいな、なんとなく頭にあったので仕事に打ち込み一番いいそうかって思ってました。ありがとうございます、うん、ちょうどね僕も今日投資をするかどうか一瞬迷ったんですよ。なんでかっていうと、例えばスシローの時とかって、うん、スシローって落ちたじゃないですか、うん、でもあんなのほぼ100すぐ上がるわけですよ感覚的には、うん、あれで売る人たちもちょっとアホだなと思いますけどそれを買ってなかったわけですよ。もったいないなってやっぱ思うわけですよ。でもああいうのが起きたらすぐ買える状況を整えるってことは、自分の頭のメモリを 3% ぐらいは株の底に割くわけですよ、うん、それで年間出せる粗利っていくらだっけみたいな、利益っていくらだっけっていうのを考えるわけですよ。そしたらその 3% で働いた方が利益増えんじゃんみたいな、普通にビジネスの方が利益出せんじゃんって思うと、もうその 3% を割くのがめんどくさくなっちゃうというか、うん、無駄に感じる、むしろ時給低い労働ぐらいな感じになっちゃうから、うん、スシローみたいなの貼るためにずっと頭にちょっと株どうかなとかってチェックするその一手間みたいなのが毎日積み重なると結構な時間と頭になるんで、僕はまだそこまで仕事のパフォーマンスは落ちてないと思ってるんで、そっちに特化した方がいいって考えちゃうってことですね。パーセントで考えたりとかするってことですね。そりゃそうだよ。だって今から勉強しますときで、投資で1日の半分ぐらいずっとパソコンでカチ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 やって、はいはい、俺は投資で5万円稼いだぞって言っても1ヶ月半分使ってたら、その間バイトしてる方が稼げるんじゃないですか。僕なんかのタイミング1回 FX をやった時
時あったんですけど、1ヶ月ぐらいずっと見てて、結局稼いだ金額が200円とかだったんですよ、うん、ゲームだからいいやと思ったんですけど、よく考えたらこの間バイトしてたらめちゃめちゃ稼げたじゃんみたいな時はあったんで、うん、そうなんですよ、はい、意外と労働量って高いんですよ。だから経営者になると一番高いのって人件費だなって思うんですよ、うん、何もしなくても30万とか50万払わなきゃいけないんで、うん、でも FX で何もしなくて30万50万稼ぐってめっちゃむずいことなんで、はい、なんで働くのが一番っていうのはそういうことになりますね。じゃあ皆さん働きましょうということで今回の会話終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。内定チャンネルでは LINE アットに登録してくれた方全員に内定ハンドブックをプレゼント。気になる大手企業、人気企業の情報が一目で